はい、皆さんこんにちは、月です。今日もご視聴くださいまして本当にありがとうございます。はい、今ですね、まだ8時ぐらいかな、まだ影がありますが、もうすぐそこまで迫ってきております。で、今から作業しようっていうところだけにね、もう綺麗にこうスポットライトのように日が差してる。他のとこ影なのに頼みますよっていうところですが、まあ、今日はねちょっと短い時間で切り上げて作業していければなと思います。昨日ですね、山の中藪の方に積み上げてた竹やぶを一回出しました。まあ、コメントで笑ってしまったんですけど、あっちに置いたりこっちに置いたり土を入れたり土を削ったり忙しいですねって本当やなと思ってから何やってんだかってね、もう何の計画性もなくやってますので無駄な作業が多いですが、まあ、よかったらお付き合いいただけると嬉しいです。今日はですね、ちょっと奥の方じゃなくて、この今始めましたよね、通路側のところの小山のところ、その手前の方、こっち右手側をやってなかったんですよ。で、しかもこっち側はですね、もう再生だけがバンバン出てくるエリアなので、こっちを今日はちょっとやりたいと思います。だからズボッと抜けるのは少ないかもしれないですけど、ここも一気にこうズボッとね綺麗にしたいと思いますので、よかったらお付き合いいただけると嬉しいです。中華で頑張ります。はい、昨日こちらにあった竹株を全て移動させました。で、今日はあっちをと思ったんですが、すごいでしょ、ここだけ日が照ってんのねもう嫌になるからここ今ここからスタートさせて向こうに向かって作業していってましたけど、こちら右手側わかるかな、この辺、これ再生だけでございます。さっさ、いつもねハスクバーナーで切るときにもうパサパサパサと当たって切れないんですよ。なのでもうこれ全部抜いておきたいと思います。だから目標はここまでですよね。あ、1日じゃないですけど、ここからここら辺までふさふさってしてる手前ぐらいまでは全部まっさらにしていきたいと思います。今日はこっち側頑張ります。竹の集まりがいっぱいある、株が、ここも 1,2,3,4,5,6 6本ぐらい溜まってるし、隣にまだ生きてるっぽいのも、この辺密集してましたもんね。抜けるかな、降りていきそうなんだけど、か
かないね。いいね、気持ちいいね。うわ、イエーイ。痛い。いいね。抜けた抜けた。まだちょっと行きちゃうね。ほら切ろう。おっと、なんかおるね。よいしょよいしょ。うん、三角のコンクリの塊が出てきた。よいしょ。うん、ちょっと待ってくれよ。まだいんの？綺麗に埋まっちょるわ、これ。痛むこままショコ。ここね、こう下に埋まっちょるわ。ままでかいもんな。あ、こっち。よいしょ。あ、いけるね。やった。いけた。切らんなダメかち思ってたけど。抜けた抜けた。はい。やったー。気持ちいい。スイッチ。あれはどうかな。ほら、隣も出てきた。飛んでるがよ。ほら、どうかね。よいしょ。だ。やった。ほら、いけない。バキバキね。竹はまだ生きてる感じがするけど。
下の方はね、全部枯れてるわ。うん、すごいな。もう開始早々何本抜いたけよ。いっぱいいるわ。ちっとでん加減とこ、ここわかるかな。これ全部ここ竹株エリアです。見て、再生竹がねじゃんじゃん出てるから、地下茎が張ってるんだろうな。さて、抜けるかな。すごいでかいミミズが、最近こんなのばっか出てくる。ほら、わかりますかね。隣の笹の枝でよりも太い気がする。こんなんばっか最近出てくるよ。よいしょ。あらー、抜けた。いいね、気持ちいいね。これ一個なくなるだけでね、草刈りが超楽なの。いやー嬉しい。ほら、すごいなこれ。うん、あ、日が差してきた。抜き道。仕掛けがバリバリしてる俺。ビヨンビヨンや。OK。OK。入れた。よいしょ。ごめんな。
然まだ生きてるね。かっこそう。はい、このライン長だった。いいじゃん、結構抜きましたよ。この辺、この手前に落ちてる十何本抜いたんじゃないかな。結構固まってたね。あっちいわ。いや、ちょっとね、ここだけへっこんでるけど、まだこっち側をどんどん抜いていって土を寄せていこうかなと思います。最後整地して終わろう。なんて言った今。もうちょっと削ったら。どうした。これ削るってのは相当の量だね。そうだよ。あなたどういうことか分かってるんですかそれ。責任持てるんですか。いや想像以上にあるわ。何？やめてた方がいい。これは腕をまた怪我するわ。でしょ。うん、もうわざわざよ。こんな別に全然来ないエリアなんだからさ。やっぱここすごいね。竹の株の数がさすごい密集してあるわ。いやもう切ってる時も気持ち悪かったもん。すごい量だったよね。気持ち悪いと思ってたじゃん。もうまさにそんな感じ。もう綺麗に隠しちゃうわ本当。自分で隠したじゃん。掘れる土やと全部何が大体。いや多分埋まれてると思う。まだ下は。ああそうね、うん、あると思うけど、もうほらある程度この高さぐらいまでを一回なだらかにするじゃん。で出てきたやつだけ切ってる。もっと掘ればまあどうせまたそのやることがなくなったら次はここを多分でまた平行にもせんもせんはもうよかはもう十分じゃない。ここもすごい量だったんだよ。そう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 、そうかったでしょ。綺麗だったね。だいぶ小さいろ。ここのほら山多いそっちに今移したろ。ちょっとこの草刈りしようかなと思って。あっちもういつやっても日が差すわ。抜きたまら竹がなくなったからね。おかげさまでね。うん、ここ真っ暗だったのにね。ずーっと今だから前のさ、うん、総編集の1から9まであるってのはやっぱさ、おうおうおう4年目だし、もうすぐ4年目やから、だから1から5話ぐらいまでまた短縮して、もう一気に1年か2年分ぐらい。あ最高やね、うん、今編集してる。それ見たいわ。いいじゃん。また雨が続いた時とかね、うん、それまでこう全部しようと思ったから、うんうん、1から9まで、うんうん、そしたらもう早送りすぎて、うん、何やってるかそう分からんと思う。まあこれ限界があるなと思って。確かにね。いいじゃん、見たい見たい。ビフォーアフターが過ぎるからさ。ここに関してはいやー疲れたよ。いやこっちはもうちょっと削ろうと思ってるのよ。こっちがほらちょっとポコってしてさ、そうそう、ね、草刈りするときに斜めになるじゃん。あれが嫌だからもうちょっと こっちがほら凹むから、こう持っていこうかなと思うんだけど、そういうとこじゃ迷惑ですよ。まずは抜かんなよ。あー疲れた。だいぶちょっとずつですけど。やばいね、鶴が。そうなの。もうちょっとジャングルみたいですねって言ってた。ね、ほんとほんとそんな感じ。
冬場やな。もうちょっと怖いからね、晴れるとこだけ買って、中はね、また冬場やろうと思います。ということで今日はだいぶ抜きましたよ。こっちの再生だけをね、もうどんどん量産してるところ、もう終わりますよ。私は30分で限界ですよ。この日差しの中作業して分かったでしょ、この間。いつもほら、竹やぶの中ね、日陰やから。今日はでもすげえやりやすかった。本当全然違う。朝涼しいよね、やっぱね。全然やりやすい、マジで。もう疲れんかったもん。途中から日が差すともうダメ。もう本当やっぱ、太陽に当たるとダメね。疲れるわ。ということで、今日はもう終わります。トムがおるから本当、カゴおらんね。竹やぶすげえいるのに蚊おらん。いるんだけど、そう、なんかね、いなくなる、どんどんいなくなる。さっきまでほら、トンボおらんかった。すげえトンボの力、そこすごいよね。ありがたい、ほんとに。ということで、もうちょっと日が差してきたので終わります、はい、最後までお付き合いありがとうございました。また明日の動画でお会いしましょう。バイバイ。